このほか県内の小選挙区の構図を見ていきます。まずは2区です。2区は前回の衆院選で1316票の僅差で明暗が分かれた自民党の前職秋葉賢也さんと立憲民主党の元職鎌田さゆりさんが相まみえます。 NHK と裁判している党弁護士法72条違反での新人林真理也由紀さんも立候補する予定です。次に3区です。3区は6期目を見据える自民党の前職西村明宏さんに立憲民主党の新人大野園子さんと無所属の新人浅田浩二さんが挑む構図となりそうです。4区です。7回目の当選を目指す自民党の前職伊藤慎太郎さんのほか共産党の新人船山由美さんと日本維新の会の新人早坂厚志さんの三つどもえの戦いとなる見通しです。そして5区です。5区は9回目の当選を狙う立憲民主党の前職安住淳さんと自民党の新人森下千里さんが議席を争います。6区です。8期目を目指す自民党の前職小野寺逸典さんに共産党の新人内藤孝司さんが挑戦します。以上、衆院選の顔ぶれでした。